阪神タイガースミスタータイガースミスタータイガースは日本プロ野球セントラルリーグの球団阪神タイガースの中心選手に対しファンが与える称号である本来は球団創設メンバーであり1940年代後半に不動の4番打者として活躍した藤村文雄に対する称号である藤村の引退後に何人かの選手がその後継者として 同様の称号で呼ばれた。また、ミスタージャイアンツの長島茂雄、ミスターアカヘルの山本浩二ミスタースワローズの古田敦也、ミスターロッテの有藤、道代ミスターファイターズの田中幸男ミスターバッファローズの鈴木刑事ミスタードラゴンズの辰波和義といったように、ミスタータイガースに習って、中心選手にミスターの称号を与えることが他球団でも、慣例化している。 ミスター・タイガースは、あくまでファンが与える称号であり、球団によって指名されるわけでもなく、公式にこれを認定する団体なども存在しない。そのため明確な定義は存在せず、ファンやメディアによってその対象選手はまちまちである。なお、ミスター・タイガースの条件として、例えば次のようなものが挙げられることがある。 もっとも、これらの条件を満たしていなくてもミスター・タイガースと呼ばれることのある選手がいるのも確かであり、条件として確実であると言えるのは、タイガースの中心選手であることのみである。初代ミスター・タイガース、藤村文夫本来、ミスター・タイガースの故障は、藤村文夫に対して与えられたものである。藤村は、1935年の球団総理辻からチームに在籍しており、 20年以上攻守にわたってチームの中心選手として活躍し4度の優勝にも貢献。特に1948年からはゴルフクラブを参考に物干しザオと呼ばれる長いバットを用いて本塁打を量産し投手ふれるプレースタイルがファンから絶大な支持を得た。この時代、戦後の復興期にあって藤村の人気は関西圏の野球ファンを一気に増加させ、 タイガースを象徴する存在であるとして、ミスター・タイガースとの呼称が考案された。当時を知るタイガースファンの中には、ミスター・タイガースに、初代も二代目もなく、藤村文夫だけがミスター・タイガースであるとして、藤村以外の選手をミスター・タイガースと認めない者も,も多い。ファンだけでなく、共にタイガースでプレーした後輩の吉田義雄、ライバルチームの主力選手であった。 青田のボルラも、ミスター・タイガースは藤村だけであると明言している。なお、藤村以降の選手もミスター・タイガースと呼ぶ場合には、藤村のことを、初代ミスター・タイガースと呼ぶ。藤村のみを、ミスター・タイガースと呼ぶ立場を除けば、ほぼすべてのファンから藤村と並んで、ミスター・タイガースと認められているのが、村山実と、掛布正幸である。1959年3月2日、 藤村の引退試合でプロ初登板を飾った村山は、その後芝叩く間に AS の在と登り詰め1962年1964年のリーグ優勝に貢献、1962年には MVP を獲得するなど活躍した。ミスタージャイアンツ、長島茂雄との対決に魂を燃やす姿や、ザトペック東方と呼ばれる闘志溢れる投球フォームで人気を博し、 やがて藤村の後継者として、二代目ミスター・タイガースと呼ばれるようになった。また、村山引退の一年後に、タイガースに入団した加計布は、1979年に、かつての藤村と同じ、4番、三塁シュに定着。同年に、本塁打王に輝く活躍を見せて、チームの中心選手として認知されるようになり、以降も、不動の4番打者として、活躍。 1985年には、球団史上初の日本シリーズ優勝にも貢献した。このことから、三代目ミスタータイガース、または四代目ミスタータイガースと呼ばれるに至っている。なお、掛布については引退後に長くタイガースのコーチや、監督に就任せず、ライバルの読売ジャイアンツの系列局である、日本テレビ、読売テレビで解説の仕事をしていたことから、もはや、 ミスター・タイガースではないと除外する声も一部にあったが、2014年からスタッフとしてタイガースに復帰し、2016年2017年には二軍監督も務めたことで、このような見解はほぼ見られなくなっている。ファンやメディアによって最も扱いが分かれる選手が田淵光一である。田淵は1970年代に強権強打の保守として活躍し、 1975年には本類打王のタイトルも獲得した。村山引退後、田淵は数多くのファンから三代目ミスター・タイガースと呼ばれていたが、1978年にトレードでセーブライオンズへ放出された。トレード以降はプロ入りから引退までタイガース一筋という条件に反するから、田淵はミスター・タイガースではないとするファンが多数を占めるように、 なり、前述した掛布を田淵に代わって、三代目、ミスター・タイガースと呼ぶようになる。しかし、田淵自身は、半身が好きだ、半身でずっとやっていきたい、優勝ができなかったことに、悔いが残るなどと語っており、このトレードは、田淵の意に反したものであった。このことを考慮して、田淵は、自らの意志でタイガースを出たわけではないから、三代目、 ミスター・タイガースはやはり田淵であるとし、掛布はあくまで四代目ミスター・タイガースであるとするファンも少数派ながら存在した。そして2002年に田淵がチーフ打撃コーチとして球団に復帰し、翌2003年に18年ぶりの優勝を果たして、以降は報道機関を中心に田淵を三代目ミスター・タイガースとすることが再び一般化しつつある。 阪神在籍10シーズンで4番打者としての出場数812試合本類が247本574打点の成績を残した。ミスター・タイガースと呼ばれることが多いのは以上の3名、ないし4名であるが、ファンによってはその他の選手をミスター・タイガースと呼ぶこともある。まず、ミスター・タイガースという概念が存在しなかった藤村以前の選手としては、 戦前のタイガースにおいて、投打の中心選手でありはくして戦死した、影浦進を遡って、例大ミスタータイガースとすることがある。また、吉田義尾、江夏豊、ランディバースといった人気選手は、それぞれ同時代に一般的に認知されたミスタータイガースが他に存在するものの、合わせてミスタータイガースと呼ばれることがある。掛布以降の選手では、 マユミアキノ岡田ア信、ノ和田豊、亀山つとむ、新庄剛、檜山新次郎、今岡誠、藤川球児、赤星のりひろ、金本智明、鳥谷隆といった選手が人気を得て、ミスタータイガースと呼ばれたことがあるが、多数のファンが一致して、ミスタータイガースと呼ぶ選手となるには至っていない。そのため、掛け不引退以降は、 ミスタータイガース不在であるとする見解が多数派である。この他にも実績の少ない若手選手に期待を込める意味でミスタータイガースの称号を与えるファンもいる。ありがとうございます。